お家に着かず、そう、配信をできなかったんですけれども、ビューティフルムーン初日、無事終わりました。ありがとう。新幹線間に合った。そう、もうなんかそうなんですよ。まあでも半分じゃけね、時間が。いつもの東京に一番よく行くけど、お仕事ではうち7県県外以外となるとね、そうね、間に合う距離なので、大阪はね。ありがとうございました、来てくださった方々。配信がないのでね、そう、来てくださった方しか雰囲気をね知らないかもしれない。そう、ゲームしてました。楽しいんですよ。大阪行った人がめっちゃ楽しんでたから、東京楽しみ、嬉しい。今村美月トレンド入りしてた。本当にね、なんかちょうど昨日卒業コンサートの方の発表もあったりして、ちょっとさっきになっちゃったのだけど、ヒロヤさん、写真集ゲット、ありがとうございます。お月見席ね、お月見席と、天体観測席。なんかさ、こんばんは。あ、ひろやさん、あら、エビーありがとう。こんばんは。かわいい、かわいい名前ですよね、席が。初めてって言ってた。亀戸席を亀戸席じゃなくて、名前違うようにするの。ちが歌ってた曲プレイリストに追加した。あ、嬉しい。ね、ビューティフルムーンで歌った曲はネーミングがいい。お、やったね。変に会っちゃった世代高出しまった。会いましょうよまたね。え、そう、本当に久しぶりの方ももういらっしゃって、なんかね、そう、なんかすごい不思議な空間だった私。ね、私以外を推してらっしゃる方もね、見に来てくださったりして、なんかね、よかったよって言ってくださって、本当に幸せでしたね昨日。アリくんさん、カニスチックさん、ヨッシーさん、写真集ゲットありがとう。夢のような時間、ありがとう。席の名前は運営さんの発案。そう、そう。ビューティフルムーン、ソロツアーも、こう、企ててくださった方の発案。ねえ、なんかすごい、私の名前を、すごく、ね、使ってくださって嬉しい。三日月めっちゃ良かったです、嬉しい。ほんとシーギーさん、 Thank you。 写真集ゲット。お隣ちほちゃん推しって言ってた。あー、そう、ちほちゃん推しの方とかもね、来てくださって、おきちゃん推しの方も、あおちゃん推しの方もありがとう。入場くれたおかげで箱推しの方2人と仲良くなりました。そうなんですよ、本当にごめんなさい。月見
席はいいけど天体観測席は若干やったた感、やったた感って何うん、いや本当嬉しい。まだ4人してていいね。私もなんかさ、昨日めっちゃ歌ったんですけど、まだ歌い足りなかったもん、帰ってきてね。あったかい空間だった。山並さん、写真集ゲットありがとう。昼の月光を聞いて鳥肌が立ちました。本当？キュンキュンキュン。嬉しい。ここで天体観測出たから写真集のタイトル候補から。え、皆さん写真集のタイトルなんだろうって予想してるんですか？なんでしょうね。うんうん。天空石かっこ3階席でもなんかお月見席天体観測席で3階が天空石だったらなんかさ、逆になんか神になったような気持ちになって素敵ですね逆に。つりけんさん頑張ったたわ、ありがとうございます。パパがまーん、ありがとう。つりけんさん、さいちゃん、とろちゃん、おしさん、写真集ゲットありがとう。ねえ、超素敵な会場だった。本当に。いっぱい惑星がね、吊り下げられてて。ねえ、本当にね。好きだった、味噌のユニバース。キネマクラブも楽しみや。激ネマなクラブなのでね。つりけんさん頑張ったたわ、ありがとうございます。うん、ありがとう。いっぱいチョコが飛んできてありがとう。喉全然大丈夫なの？そう、なんか喉もね、そうなんですよ。やばいかなって思ってたけど、大丈夫だった。タイムファイヤーさん。で、先生やった。ありがとう。6時までゲーム。なんかね、アドレナリンが出てたんだ。うん、うん。ありがとう。ね。余韻すごくてずっと結構聞いてる。そんなに？嬉しい。なんか本当にさ、そう、なんかさ、なんかばっかり、あの、何が言いたかったんだっけ忘れちゃったよ。なんだっけ、あ、エレファントカシマシ、でも言っちゃダメか、あ、どうしよう、やめとこうここまで言っといて。昨日は素敵な時間、こちらこそありがとう。ね、あのね、味噌のユニバースのね、スタッフさん、あの劇場の主の方がすっごくお優しい方で、本当に楽しかったです、味噌のユニバースまた来たいです、来られるように頑張りますっていう話を してたら、なんとレディースの T シャツをねくださったんですよ。これかわいいですねって言ったら、そう、めっちゃ嬉しい。これユニバース、なんかさ、私のさソロツアー初めての地が味噌のユニバースだから、そう、これはもうさね、変わらないじゃないですか、これからずっと。
回目ってすごくなんかね思い入れ深くなるじゃない、やっぱり。だからこうしてねいただけて、思い出が形に残るものがあって嬉しい。いただいたんですよ、すごくない、優しい、来ますっていう話をしたかった。そう、ああいうライブ初めてでねえ、皆さんもどうでした。でもなんかこういうさ、歌を聴く系なんしっとりとっていう感じあんまり来られたりしないですかとか、あの結構行きますかみたいな話をあのね MC 中にしたら、行く行くみたいな感じでおっしゃってる方が意外といらっしゃって、あそうなんだ、結構みんな音楽好きの方が多いんだなって思って、本当自分もそうだけど感動して涙流してる人たくさんいた。本当に嬉しい。あのアレンジで全部歌えるのすごいねえ、アレンジすごいでしょ。当日はバッチリ決めるのは主人公なん、何をメモツンさん、写真集ゲットありがとうございます。幸福論の歌詞で思い出しなき、あ、ねえどうする、もうさしょうがないか、もうネットニュースで喋れてた、あ確かに、やばい、もう語り足りない。その T シャツ買うか、また S しかなかった、そう S しかなかったの、リリースじゃないか、あれメンズの S だ、もうすぐ閉館かな、しえ閉館するの、もうつぶやいていいよみんな、あれ瀬戸里聞いてください、私エレファントカシマシさんの今宵の月のようにがなんかあのねセットリストを言った時に親に、え、なんかいきなり曲調変わらないみたいな、道っぽくないんじゃないって、そう言われて、へえそうかな、確か自分っぽくはないのかなみたいな、ちょっと不安がありつつというか、そう、まあでもねそういう曲があってもいいなとも思ってたし、好きな曲だったからね、ノリノリで歌ったんですけど、なんかどうそのぽくない曲ってどう取って受け取っていただけるんだろうなって思ってたら、もうねすっごいなんか私のなんだろう見た中では花だれか月光三日月か今宵の月のようにが高評価だった気がする、この4曲がなんか良かったって、すっごい多かったの、その今宵の月のようにの反響が私の見た中ではカニスティックさん、写真集ゲットありがとうございます。ホームセッションも珍しくてねえ、皆さんがさねえずっとノリノリでいてくださってて割と直前まで声トラブってた。ああ、そう、風邪ひいてたから。そうなんですよ。治ってよかった、本当に。あのアレンジのやつ。あと、瀬戸内の声も、大好評だった。あれもね、夜のアフタートークも潰れて、いいんじゃない？全部良かったけど自分は幸福論ね、歌うのが楽しすぎてもう大好き、あの最後さちょっと止まるのもいいよね、音がねーチュン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 はさ歌だけになるところが好き。今日で22歳になりました。いつも道を可愛くて癒されてるよ。最後までしかない。お
チャンネのお誕生日おめでとう。おめでとうございます。22歳なの？わっけ。チャンネのさん、おめでとうございます。人たちは一緒に歌ってた。あんた幸福論にドハマりした。いいでしょあの曲ね。大好き私も。黒のトレーナーが評判良かったです。スタッフさんが着てたものあれも販売してほしいという声が多かったそうなんよ。ここで言っても意味あるかな。やばい、バレンタインデーキス歌いたかったのに時間がないや。あの瀬戸内の声もあのそうなんですよ。ちょっとテンポとか上げたりしたら面白くないですかねって言ったんですよ私がよかったでしょ。幸福論私が選んだ。なんかね STU 楽曲はこの STU の曲を聴いてくださってたくさんで、アレンジがしやすいものっていうか、アレンジしたら面白いだろうな、映えるだろうなみたいな楽曲を選んでくださってたんですよ。もうで決まってたんで、そう、池ちゃんのソロ曲とかは私が選んだんですけど、あとゲストさんとの曲も私が選んだ。なんかさ、セプトとかでさ、ゆったりな曲を、アフターライブではちょっとテンポ上げて、音楽の曲調変えて、やるっていうのをやってたから、そういうのを、慣れ親しんだこの自分たちの楽曲でやったら、より楽しくなるんじゃないかなって思って。そうだ、ここでしか聴けないね、アレンジっていうか、もうここでしか聴けない曲、みたいなもんなんですよ。そう。だから来てください、ぜひ。本当にまだ語りたいね。一曲一曲語りたいぐらい。そうよ、あと2回しかない。東京と広島1回ずつ。どうしよう。ね。配信にも動画にも残らないので、またできたらいいですね。本当にめっちゃ皆さんの反響を見てた。ずっと嬉しかった。まだ待ってますね。あの卒業コンサートの方も、卒業コンサートの方もね、私がもう全部、卒業コンサートは全部セットリスト考えさせてもらって、もうやりたいようにやってるので、見てほしい、ぜひ。今、スペサポ先行をやってるので、明日の23時59分まで。ぜひ来てください。それでは、誕生日見ます。13位、としきさん。12位、なべさん。11位、エレメンツさん。10位、しぎさん。9位、やすたかさん。8位、努力、未来さん。7位、一旦座ってもらっていいですかさん。6位、ブルーさん。5位、かずのりさん。4位、慢性鼻炎さん。3位、もくもくさん。2位、よしひこさん。そして1位は、ドルルンジャジャン。すりけんさんでした。ありがとう。そして、ラッキーナンバー22位は、ドルルンジャジャン。ウェザーロックさん。ありがとうございます。そして、明日、写真集の、方から、嬉しいお知らせがあるので、そちらも、待っててください。ありがとうございました。今日もお休み。まだねー。ハッピーバレンタイン。